はい、皆さんこんにちは。旅足と松の略して旅常です。前回の動画の続きになるんですけれども、今回の動画に関してはボロテア航空とあとはカタール航空にて、イタリアシチリア島のパレルモからアテネ経由、ドーハ経由でキリマンジャロまで行く様子ご覧いただければなというふうに思います。今回私カタール航空乗るのがなんと12年ぶりカタール航空に12年ぶりに乗るので、まあ、12年ぶりのカタール航空がすごく楽しみなので、まあ、その動画をね、ちょっとその様子を少しお見せできればと思います。今回の動画に関してはもともとね、昨日出発する予定だったんですよ。で、昨日シチリア島のカターニアというところから、オーストリア航空でウィーン経由、ウィーンからドーハ、ドーハからキリマンジャロという予定だったんですけれども、カターニア空港が火山の噴火によって閉まってしまいましたので、閉まった影響でパレルモまでね、2時間半バスでかけてやってきまして、このパレルモから今度はボロテア航空っていうスペインのね、ローコストキャリアなんですけれども、ボロテア航空にいてまずアテネに向かいます。で、このアテネからさらにドーハまで向かって、ドーハからキリマンジャロって、でちょうどね、1日遅れでキリマンジャロ空港に到着する予定でございます。なので、ね、今回のタンザニア旅行になるんですけれども、そこまでの道のりですね、約24時間同じエリアのヨーロッパとアフリカって結構近いなって思うんですけれども、それでもね、24時間かかっちゃうんですけれども、その様子お見せできればなというふうに思います。まずはこのパレルモ空港のファーストレグですね。パレルモ空港からアテネまで約2時間のフライトを少しだけお見せできればなというふうに思いますが、まあ、ボロテアっていうね、ヨーロッパのローコストキャリアなんで、そんなにお見せすることもないかなと思うので、座席の様子とかね、ちょっとね、旅の様子だけご覧いただいて、まあ、本格的なね、動画の内容っていうのはもうほぼほぼカタール航空で締めたいと思います。今回はね、残念ながらエコノミークラスの搭乗になるので、まあそんなにね、こう綺麗なね、座席をお見せすることできないかもしれないんですけれども、カタール航空であればエコノミーでも全然大丈夫だろうっていうね、確信がありましたので、動画の趣旨になります。で、カタール航空に関してはアテネからはね、エアバス350っていうね、まあ最新鋭の機材なので、これはめちゃめちゃ楽しみです。もういろいろカタール航空いいこと聞いてるので、まあそこをまずお見せしまして、実はね、カタール航空に乗って、ドーハに着いた後、ドーハからキリマンジャロ空港、タンザニアのね、キリマンジャロ空港までは約5時間のフライトなんですけれども、こちらはね、カタール航空が運航はしてるんですけれども、実際の機材に関してはオマーン航空の機材だそうなんですね。なのでちょっとね、実はこうカタール航空とオマーン航空両方乗れちゃうっていうね、まあある意味嬉しいことですよね。なので、アテネからドーハまではカタール航空のエアバス350で、ドーハからキリマンジャロ国際空港がオマーン航空の機材でエアバス330になりますので、その様子も一緒に合わせてご覧ください。いろんな飛行機にね、今日は乗ります。2回乗り継ぎ、3つの飛行機でシチリア島からアテネ、ドーハ、キリマンジャロっていう感じでタンザニアに向かいたいと思います。アフリカ東部初になります、私も。なので、その様子行ってみましょう。空港がね、もう海の窓なりなので、この地中海を眺めることができます。今回はもちろんワイキキと一緒です。パレルモ空港に到着しました。結構簡素な地方空港って感じですね。本日乗るのが私初の航空会社、ボロテアという航空会社です。ヨーロッパのなんか謎の航空会社ですね。スペインかなんかかな、確か。はい、相変わらずヨーロッパのこのくねくね免税店を通らないとゲートに行けないパターンの空港ですね。でもこの床のタイルめっちゃ綺麗。イタリアらしいこのバーカウンターみたいなのにこうパンがいっぱいあって、みんなこうそこに向かってるみたいな。はい、 LCC だからでしょうか、やっぱりバス搭乗になりますね。バスゲートエリアにいまして、ここからバスゲートで搭乗します。あれ、これ出国するのかな、違うよね、違うな。空港の隣にあんな大きい山があって、もう不思議ですね。なんかWelcome to Volotea, the airline of the mid-sized European cities. Please make. 非常口座席なので足元はめちゃめちゃ広いです。ありがたいですね。もうこのシートポケットももはや簡素化がすごいですね。あ、でもこっちにも一応あるのか。いや違う。これはシートポケットではない。
すごい簡素な機体、すごい簡素、簡素な機体ですね。めちゃめちゃなんか全てがめちゃめちゃ簡素で面白いなと思います。こんな簡素な席も見たことないわ。あの安全シートもね、ここに貼ってあるだけなんで、こうなんか紙でもらうことすらできないっていう、すごいな。アテネに到着いたしました。これからトランジットします。アテネではね、一回荷物を拾わなきゃいけなくて、スルーチェックインはできませんでしたが、ここからはねカタール航空による運航なので、スルーチェックインができると思います。一旦ねまたデパーチャーの方に上がっていきたいと思います。スルーチェックインができなかったため、次のフライトのチケットがないんですね。で、荷物も預けることができないので、ゲートの中に入ることはできず、この辺でたむろう必要があります。なので後でバーガーキングかなんか行こうかなと思います。でもギリシャの空港すごいいい感じです。この空港の全容がこの上から見えるのめっちゃ好きなんですけど、このセキュリティチェックで多分撮影しちゃいけないんだろうけど、こんな風に見えます。バーガーキングに向かいたいと思います。はい、一息つくためにバーガーキングにやってきました。こんな感じです。もう旅に出てね1週間ぐらい経ってるので、全然ねこういうジャンクフードが食べてなくて、ちょっと休憩でIt's time for junk food ということで、ジャンクフード食べたいと思います。こちらのバーガーキングがなんとね、バーガーキングから空港が見れちゃうっていう、すごいいい席がいっぱいあります。残念ながら私は座れませんでしたが、チェックイン中でございます。ということで、チェックインも全て完了して、今からビジネスクラスラウンジに向かいたいと思います。カタール航空はね、ワンワールドの系列に入っているので、 JAL のねサファイアステータスでねビジネスクラスのラウンジのインビテーションをいただきました。こっちです。スイスポートのビジネスクラスラウンジです。はい、ラウンジを出まして、これから搭乗に向かうところなんですけれども、なんと衝撃的な事実が判明いたしまして、我々もともとねエアバス350に乗るはずだったのが、アテネからドーハの便がなんと機材変更なのか分かんないですけど、エアバス320っていうね小型機に変わってまして、非常に残念です。350に乗れると思ったんだけど、小型機だとちょっとテンション下がります。でもまあそれ以外はねフライトスムースなので、本当は文句言っちゃいけないところなんですけど、ちょっとねカタール航空のエアバス350とカタール航空のエアバス320だと全然格差があるかなと思うので、ちょっとそれは残念かなっていうふうに思ってます。なんとまたバス登場です。あー、せっかくいいターミナルなのに、残念ながらこうやって下に下がんなきゃいけないっていう、今回の旅バス登場結構多いなと思います。なんと間違えました。また上がってきました階段で。なんか数字を多分見間違えて、多分動画作ってるからか分かんないけど、数字見間違えて多分バス搭乗ではないようです。さすがカタール航空、バス搭乗させないよねっていう風にね俺は信じてたので、うん、今からゲートに向かいます。ちゃんとこっちの方でした。もうゲート着いたらほぼほぼ搭乗終了してる状態でした。早速行きましょう。本日はあちらの機材のエアバス320です。 I'm alright there. Down to the border with Egypt, transit through Egypt, down to the border with Jordan. Once we get to that border with Jordan, left turn eastbound through Jordan, cross the border into Saudi Arabia, and then it's eastbound all the way across towards Bahrain, and then a right turn, commence our descent down into Doha. The flight time from takeoff to touchdown is going to be approximately 4 hours and 10 minutes.Climbing up to an altitude of 37,000 feet. The weather en route is forecast to be good. We had a very pleasant flight on the way here, but as always, we strongly advise, even when the seatbelt signs are switched off, keep them fastened just in case we encounter any unexpected turbulence. The weather in Doha on arrival is forecast to be clear skies, very calm winds, temperature down there at the moment
is 36 degrees. Just before we commence our descent, I will get an update on the weather and I'll give you an estimated time of arrival with that information. In the meantime, sit back, relax, enjoy this five-star service, and from me and the entire crew, welcome on board.座席はめっちゃ質素で USB チャージャーしかない、コンセントもないし、なんとテレビ画面もついていないです。なのでかなりね、ショッキングなくらい残念で、これがエアバス350の機体だとテレビ画面もついてて、もう機体のねクオリティも全然違うのに、このシートポケットもこれしかないし、もういろいろ結構ね機体外れです。残念ながらエアバス320でも座席はねちゃんと他の機体と同じにできるはずだし、アメリカだとそういうことしてるのに、なんとカタール航空はそれすらないっていう、めちゃ LCC みたいな状況です。座席はねすごいなんかふかふかで、そこだけは綺麗なんだけど、それ以外に関してはなんかアラスカ航空でも乗ってんじゃねえかってぐらいね質素です。ちなみに我々は今回もこちらの非常口座席なので、若干足元は広めです。まあただ荷物が下に置けないとかね、離着陸地ねとかいろいろそういう、まあ、別の問題があったりするんですね。一応こんなのがね、あの座席についてまして、まあ、マスクとか、まあ、いわゆるコロナキットみたいなのがねついてくるのは面白いなと思いました。料理ですよね。ちょっとラザニアに見えるけど、ラザニアとは全然違うものになってます。エコノミーにもかかわらず、このようなねこうフォークとかは鉄製のもので、そこら辺はいい感じになってます。このムサカも割と一緒の健康そうなやつですね、ベジタリアンの。機内にはこのようなね Wi-Fi がついてまして、こうやって Wi-Fi のネットワークにつなげると、まあ、つなげた後にねこの QR コードを読み取るとこのような画面が出てきて、まあ、映画などがね、あの自分のパーソナルのデバイスで見ることができます。こっちにはないけど、まあ、その分こっちで見ることができると。まあいろんな映画がありそうですね。ハリウッドムービーとか見てみましょうか。ちなみにフライト情報も上に書いてあります。ただ自分のなんかデバイスがないと、まあ、見れないのと、なんかデバイスを置くね、なんかここに置けるやつが時々あると思うんですけれども、それがなかったりするのでちょっと残念だなっていうふうに、思います。あとちょっとコネクションが遅いかなって、映画がひたすらロードしないので、なんかそれもそれで、あ、出てきた出てきた。まあアバターとかスーパーマリオブラザーズとかのね、あとはその方がもろもろ各種映画は取り揃えてあるっていう印象ですね。ちなみにみすぼらしいですが、機内食に関してはまあまあって感じで、そんなすんごく美味しいってほどではなかったです、残念ながら。ここに余ってるあのオレンジのやつなんですけど、こうなんかデザートもね正直全然美味しくなかったので少し残念でした。食ってもらった方には申し訳ないんですけれども、そういうような印象です。 The moment we're at 31,000 feet heading eastbound. We were up at 37,000 feet, but we've just gradually descended down to 31,000 feet. We're in Saudi airspace talking to Saudi Arabian Air Traffic Control, and we're going to be commencing our descent for Doha in around 15 minutes from now. The local time in Qatar, if you want to make sure your watch is correct, is now coming up to exactly 16 minutes past 11 at, that is 35 degrees. If Doha is your home or your workplace, we'd like to welcome you back.If you're catching a connecting flight, we wish you a very pleasant onward journey.
York, everything is still pretty much alike. How cool.はい、ドーハはハマード国際空港にやってきました。すごいですね、この空港超綺麗ですね。見てください、これがドーハハマド国際空港です。最強空港だなここということでね、私も私の妻もこのドーハのハマダのドーハハマド国際空港ですごいびっくりしてます。こんなに立派な空港なんだみたいな。めっちゃ綺麗だし、こっちもすごい、うわーここなんだこれ、すごい、すげーぞこの空港、こんなっけ空港いやこんな空港初めて見た。今まで行った空港の中でも最強クラスかも。この間行ったジェッタよりも全然立派だわ。これすげえな、すごすぎ。 Too bad we don't have the timepiece left. I know. I want more time here. オレオカフェってところがある。すごい行ってみたいけど時間がない。もう乗り換えの時間が迫ってる。この空港の規模が大きすぎて、どんくらい大きいんだろうこれ。もう我々のフライトもボーディングしてるようなので、ご飯が食べれないままここに来てしまいました。はい、結局ポテチを買いにね1回出かけたのでちょっと急ぎです。多分まだね搭乗は終わってないと思うので問題ないと思うんですけれども、若干急いでます。やっぱり大きい空港だからすごい立派だけど、その弊害としては移動時間がとにかく長くて、1時間の乗り継ぎとかだと結構ギリギリなんですよね。もう我々がね到着っていうか乗り継ぎターミナルに到着した頃には次の便の搭乗が始まってたので、もうそんくらい結構時間ギリギリだったんですよね。なんでかというとね、飛行機降りてからバスで移動するのが20分ぐらいかかったのかな。めっちゃ遠いところでの置き止めだったので、20分ぐらいかけてこのターミナルまで来て、でそこからまた移動して、でバスにまた乗るっていう、ちょっとまあ、ドアすごい立派だけどそれはちょっとめんどくさいよね。ファイナルコード、あの大変だな、ごめんなさい、シェイキーカメラで、あ、熱、外の熱気を感じます。完全にここはサウナ状態です。見てください、この多分映像では伝わらないけどサウナ状態なんですね。はい、無事オマーン航空の機材に搭乗いたしました。オマーン航空の機材なんですけれども、なんかシステムとかは全部ねカタールのシステムになってるので面白いですね。カタールが借りてるんですかね、不思議な感じになってます。機内は綺麗で良さそうなんですけれども、なんとめちゃめちゃ臭いんですよ。なんか湿気の匂いなのか汗の匂いなのか分かんないんですけど、すごい臭いです。ちなみにキャビンアテンダントはみんなねカタールの制服着てるので、完全にカタール航空で運航してる、機材だけがオマーン航空なようですね。ちょっとエンターテインメント見てみましょう。もうさすがに疲れたのでテレビでも見たいなというふうに思ってますが、面白いのがあるといいですね。あ、オフィスがある、オフィス見よう。 Except for the exits immediately behind the wings. Please familiarize yourself with the nearest exit.Which may be located behind you.タンザニアまであと2時間ぐらいです。朝食に関
しか割と美味しそうですね。少し遅れて出発したので到着も少し遅めの到着になりそうです。ちょうどこちらの船が登ってきているところでございますので、少しだけその様子をお見せします。Embarking in Kilimanjaro to prepare their boarding passes for further inspection. The passengers for Dar es Salaam will be remaining on. Kilimanjaro 空港に到着いたしました。なんかゆるい。みんな写真とかいっぱい撮って、なんかゆるい感じです。いい感じです。なんか。オマーン航空の機体も見えます。みんなこんなところで足止め食らってます。お疲れ様でした。小さい空港ですね。キリマンジャロ空港の前ですが、すごい人の量が待ってます。みんなねピックアップをしてますね。キリマンジャロ空港に到着いたしました。タンザニア北部にある国際空港でございます。もうほぼほぼ観光客メインでございまして、フライトの中はねアフリカに行くにもかかわらず、まあ、95% ぐらい白人層でございまして、主にヨーロッパとアメリカ人が多かったです。まあ、アジア人もねちらほらいまして、まあ、本当に観光需要を誘えている、まあ、空港であり路線であるんだなっていうのを感じましたと。これからね車に乗って、まあ、街中に向かいたいと思います。明日から本格的にサファリが始まるんですけれども、今日はなんかちょっと登山があるそうなので、ちょっと登山したいと思います。はい、それではこの動画が面白いと思っていただいた方、このチャンネルが面白そうと思っていただいた方、これを機会にぜひチャンネル登録のご検討もよろしくお願いいたします。このチャンネルではアメリカに住んでる私がアメリカの街の紹介、生活の紹介、まあ、世界中のね旅の紹介をしている旅チャンネルでございます。このチャンネルの内容にご興味を持っていただけた場合は、ぜひチャンネル登録のご検討もよろしくお願いいたします。それでは次の動画まで、バイバイ。